厳しい暑さの中で行われた一戦は1対0のリードを守りきり、見事サンフレッチェ広島を下しました。伊藤選手のカットパスから関根選手が抜け出し、豪快に放ったシュートのこぼれ球をユンカー選手が押し込み、そのゴールがそのまま決勝ゴールとなりました。広島戦の私の採点はこちらになります。じゃん。岩波選手、江坂選手が7点、関根選手が 7.5 点、最高評価はゴールを決めたユンカー選手が8点となります。今日の試合で特に感じたのが、交代で入ってきた選手がいいアクセントになっていました。自分たちの役割をしっかりとこなし、その中でそれぞれの持ち味を発揮していた印象でした。そして私が選ぶ本日のマンオブザマッチは関根選手です。果敢にドリブルで仕掛け、何度もチャンスを演出していました。ここに来てどんどんコンディションを上げてきているので、このままチームを引っ張っていってほしいです。今日の試合は結果だけでなく内容もとても良かったと思います。連戦はまだまだ続きますが、この勢いに乗って勝ち進んでいきましょう。裏山チャンネル、続いてはマッチプレビューレポートです。明治安田生命 J1 リーグ第27節湘南ベルマーレ戦の武装フォーメーションはこちら。じゃん。ゴールキーパーに西川選手、ディフェンスライン右から酒井選手、岩波選手、牧野選手、秋元選手、中盤に平野選手、伊藤選手、右サイドハーフに関根選手、左サイドハーフにゆるき選手、トップ下に江坂選手、トップにユンカー選手、こちらのフォーメーションで予想しています。今回の注目選手は江坂あたる選手です。ここまで意表をつくパスで何度もチャンスを演出しています。シュート、パス、クロスとどれをとっても精度が高く、今の浦和にとっては非常に欠かせない選手です。ゴールやアシストでチームの勝利に貢献し、浦和を ACL 出場に導いてほしいです。予想スコアは江坂選手、ユンカー選手、この2人の2対0で勝利すると思います。皆さんの予想スコア、予想フォーメーションはコメント欄でお待ちしてます。レッツは今シーズン3バックのチームに苦しめられる傾向があります。4バック相手に対しては相手選手の間にうまくポジションを取り、そこから得意なコンビネーションを繰り広げていますが、3バック相手だとそのスペースがかき消され、浦和がやろうとしているサッカーをうまく発揮できない試合があります。リーグの後半から札幌、鳥栖、広島、湘南と3バックの対戦相手が多く組まれているため、ここでどれだけの勝ち点を積み重ねられるかが今後の試合の行方を大きく左右していくと思います。今は内容よりも結果にこだわり、泥臭く勝利をもぎ取りましょう。浦和レッズ対湘南ベルマーレは8月29日日曜日7時キックオフです。8月のラストゲーム、勝利で締め切りましょう。今日の動画はこれでおしまいです。We are Reds! We are